アンマサバヤ氏は在日韓国人3世の柔道選手。京都市育ち。階級は 73kg 級。身長 170cm。父方は曽祖,祖父、母方は祖父の代に、それぞれ日本に移住した一家の子として生まれた。父親は空手道場を営み、柔道は6歳の時に父親の影響で始めた。京都市立八条中学校三年の時に、 全国中学校柔道大会 55kg 級に出場するが初戦で敗れた。神奈川県にある桐院学園高校へ進むと丸山城四郎と同級生になった。3年の時にインターハイ 66kg 級に出場するが初戦で鹿児島情報高校3年の立山進むに判定で敗れた。筑波大学に進むと1年の学生体重別では7位だった。 二年になって階級を 73kg 級に上げると学生体重別で優勝を飾った。安政林の段によると大学で指導を受けていた監督の増地克幸にとりわけ帰化を勧められたが安政林は韓国人だから対局マークをつけたい。国際大会で日本の選手に勝つのが目標ですからと言って断った。2014年からは 筑波大学から転校して、韓国の竜飛都市大学校所属となると、国内選手権で優勝して、世界選手権代表に選ばれるものの、2回戦で、イスラエルの詐欺向きの前に、有効で敗れた。なお、筑波大学時代は、先輩の秋元刑事の背負い投げを手本にしていたものの、怪我の懸念もあって断念したが、韓国では、高知の壮大南に全方向へ投げれるような、 背負い投げを指導されて、それを得意技にしていった。世界ジュニアでは、決勝で天理大学1年の山本雄二と対戦して、強技で破り優勝を飾った。地元のグランプリチェジュで、シニアの国際大会初優勝を飾った。2015年にはアジア選手権で優勝した。公衆で開催されたユニバーシアードでも優勝するが、団体戦では2位だった。 世界選手権では準決勝で王の将平の裏投げで敗れたものの3位になった。グランドスラムアブダビで優勝すると、グランプリチェジュでは2連覇を果たした。グランドスラム東京では決勝で筑波大学時代に付き人を務めていたこともある、先輩の秋元刑治の背負い投げの技ありで敗れた。2016年のグランドスラムパリでは秋元を破るなどして優勝したが、 グランプリデュッセルドルフでは、大野の内股の技ありで敗れて3位だった。世界ランク上位選手が集まるワールドマスターズでは、準々決勝で、モンゴルのガンバータル・オドバヤルに、手動3で敗れるなどして5位に終わった。迎えた2016年のリオデジャネイロオリンピックでも3回戦で、ベルギーのディルク・バンティヘルトに、技ありを取られて敗退し、メダルを獲得することができず、 オリンピックの舞台から去ることになった。2017年のグランドスラムパリでは決勝で橋本創志に技ありで敗れて2位だった。世界選手権では準決勝でリオデジャネイロオリンピック銀メダリストであるアゼルバイジャンのルスタム・オルジョフに逆転の一本負けを期するが3位となった。2018年のアジア大会では 決勝で王野と GS 含めて11分以上の戦いの末に内股で技ありを取られて2位に終わった。この技ありはジュリーのビデオ判定による微妙な判断だったが逆に僕が王野選手の立場だったら技ありとアピールしたと思うしこれが結果と受け入れるしかないと語った。世界選手権では決勝で橋本を小外がかりで破って優勝した。 韓国と北朝鮮の南北合同チームで臨んだ世界団体では3位になった。ワールドマスターズでは準決勝でオルジョフに技ありで敗れて3位だった。なお2018年の世界ランキング年間1位となった。2019年のアジアパシフィック選手権では決勝でモンゴルの先導チルツオグトバータルに大内刈りで敗れた。団体戦でも決勝の日本戦で 野上蓮太郎に、大腰の技ありで敗れてチームは2位に終わった。世界選手権は、ケイツイのヘルニアを発症したため、回避することに決めた。2020年のグランプリテルアビブでは3回戦で、チェコのマルティンホヤクに谷落ちで敗れた。グランドスラムデュッセルドルフでは、決勝で、大野に、内股の技ありで敗れて2位だった。2021年のワールドマスターズでは、 決勝で橋本と対戦して、肘を極める形での袖吊り込み腰を仕掛けられて、反則勝ちとなり優勝した。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは準決勝で、ジョージアのラシャ・シャフダトゥアシビリに反則負けするも、3位決定戦でオルジョフを技ありで破って3位になった。東京オリンピック混合団体では、初戦のモンゴル戦で先導チルニ、 反則負けを喫すると、チームも破れた。なお、東京オリンピック柔道男子73キロ級で、銅メダルを獲得したため、2021年8月、徴兵制度の特例対象となり、事実上の兵役免除となった。愛 f 世界ランキングは3207ポイント獲得で3位。ありがとうございます。